线。香川县的县民非常喜欢乌冬，他们又将自己的县叫乌冬县。到现在为止呢，大家吃过正宗的乌冬面没有？我还没有吃过。今天呢，我们就在这个香川县吃全日本最正宗的乌冬面。小梦帮倒忙，滴滴滴滴滴滴滴。うどんは弘法大師が中国から1200年前に初めて持ってきた食べ物なんです。じゃあセルフ知らんと思うけど、はい、今から教えてあげます。はい、まずはうどんを取ってください。はい、はい、はい。全体におでんが。看到了，看到了，哎，一定要有这个关东煮配上的，哎，大根，大根，小大根，我来吗？先生，食べます？大根。いや、大丈夫です。ダイエット中なんで。はい。最普通的乌冬面就能评出最好吃的乌冬面。哎，这个菜。那旁边乌冬呢？ちょう。ちょう。はい。はい、感謝します。先生，从窗口拿来的面只有面和汤。没有菜。好きな天ぷらを。啊。で、これお皿。ここから取ります。はい。はい。好，喜欢吃的这个炸的东西。先生。那大丈夫です。大丈夫。大丈夫。哎。哇，这个好像是鱿鱼须，好大呀。哈哈。おいしそうです。姜末，乌冬。はい、じゃあ、うどんの食べ方を見よってください。うどんの食べ方。食べ方、香川の食べ方。行きますよ。はい。最高です。夏天吃它正好哈。然后乌冬面稍微硬一些，有口感。弾力があるのが讃岐うどんの特徴です。嗯，先生。もう大ファンになりました。ほんだら、大ファン。もっと違う店で、はい、新しいと見たことないような店に連れて行きます。はい、行きましょう。行きましょう。はい。はい。这位姐姐呢，她一周吃2到3回，但是她的丈夫呢，每一天的早晨都要吃。对这位先生来说呢，他偶尔会
妹非常想吃乌冬茶，对乌冬来说，这是他们特别喜欢的吃的，还有主食，还有居然还有一个辅助食品，那就是吃饭之外还要来吃乌炸的一些蔬菜炸虾配着一起吃。那这个呢是用放那个大白萝卜泥还有柠檬配在乌冬里头吃。老太高，开始进山了，好像挺远的哈。哎，看到乌冬的招牌了，马上就要到了。这是在大山里头的乌冬面。面碗子没带，冷面啊，大西瓦子，热的汤和冷的面，哎，怎么样？还在这里，他还在这里待着。ここのお店はうちの店と違って、出汁がちょっと甘い。出汁が染みます。いただきます。いただきます。おいしいね、先生。おいしい。魚の量が、いりこの量が多い。さっきの子は麺を6枚です。すごい、もう食べた。うん。全部食べた。すごい。でも先生、もんちゃんもしもうちょっと食べたら嬉しいと思います。了解。お願いします。はい、行きましょう。这个就是所有都是他。手擀出来的やっぱり手作りの乌冬が美味しいですね。あ、美味しいです。はい。ありがとうございます。はい。頑張ってください。ありがとうございます。ちょこちょこ増えた。到了。哎，到了，到了。はい。ちっちゃいところからこう食べて。先生、ちっちゃいところ。ええ、懐かしい味ですか？懐かしい。ええ、老老师小时候吃的。那食べたいです。汤很温乎的，啊，那个魚介の匂いがします。濃いです。もし食べての今まで食べたの中で一番この香りがすごい。这是我们今天吃最香的乌冬汁了，闻了一股年味。30年了，もう一杯。这是香川县最经典的乌冬吃法，最经典的乌冬类型。いただきます。啊，烫！好吃，这个面刚上来啊，有点像汤面一样的。第一次看这种乌冬面，先生，これちょっととろとろ。初めてです。乌冬ちょっとさっぱりと、もとろろ乌冬も美味しいと思う。で、湯がいた麺のだし汁が、ゆで汁がとろとろ。乌冬も美味しい。先生、そんな短い時間で。
の香川県のうどんいろいろ体験させてありがとうございました。いやいや、またいつでも来てください。はい、うん、ありがとうございます。我们在乌冬的发源地香川县吃了好多好多的乌冬面了。今日たくさん食べましたね、乌冬。あの乌冬の麺と出汁と具はよくわかりました。わかりました。わかりました。麺もちもちもあるし、弾力あるのもあるし、出汁は甘いのもあるし、いろいろあります。あのゲストの天ぷらも美味しかった。美味しかったです。香川県いっぱいあの800件ぐらいあるんですけど、チンチンなんで、これぐらいでちょっと足りない感じで、次回も来てください。あ、いいですか。はい、ぜひ。はい、またよろしくお願いします。香川县就是乌冬县。乌冬县是哪个县？香川县。拜托大家一定要记住了。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。拜拜拜拜拜拜。我们出发去下一站了。城市之外，我爱乡村。